NHK 放送技術研究所の青木修一と申します。今回このインタービーでは MMT を用いたスーパーハイビジョンの多チャンネルの伝送を体験いただくことができます。今年の8月衛星放送を用いた 8K スーパーハイビジョンの試験放送が始まりました。体験された方も視聴された方もいらっしゃると思います。この衛星放送で用いられている伝送技術が MMT、MPEG メディアトランスポートという技術です。MMT は高速インターネットやインターネットと親和性が高いため放送と通信を同じように利用することができます。今回の展示では12チャンネルの 8K スーパーハイビジョンを送信いたしまして、 10km 以上のファイバーを使って伝送し、その中から12チャンネルの中から選んだチャンネルを視聴いただくということが体験できます。ぜひこの展示にいらっしゃって12チャンネルの中から1つのチャンネルを選ぶチャンネルザッピングを体験していただきたいと思います。